夢の旧作目を開く私は若い自分に創作に先進したいためにある山奥の空き家に引っ込んで自炊生活をやったことがあるそうしてその時に人間というもののごくわずかばかりの不注意とか手遅れとかいうものが いかに深刻な悲劇を構成するものであるかということをしみじみ思い知らされる出来事にぶつかったものであるつまり私はそうした隠遁生活をして浮世離れた捜索に熱中していたために法律にかからない一つの殺人罪を犯したのであったそうして私の両親の片隅に 生涯忘れることののでできない、い深傷を残したのであった。その私が隠遁生活をしていた場所というのは山の麓の村落から渓谷の間のそば道を一里ばかり上がったところにある富豪の別荘で荒れ果てた西洋風の花壇やオンドル仕掛けにした立派な浴室付きの寝室があったが私は その枯れ残った秋草の花の実にしむような色彩を見下ろす寝室の窓の前に机を据え米や塩や乾物缶詰なぞいう食料品を多量に運び込みオンドル用の薪を山積みにして丸一冬をその中で過ごす準備を整え毎日毎日ペンを走らした原稿用紙が10枚15枚と分厚くたまるのを ちんぼが金を貯めるような気持でで楽しんでいた。もちろん村役場に気流届も出さず村の区長さんへ挨拶も略していたがしかしその村から三里ばかり離れた町の郵便局には自身でわざわざ出頭して局長に面会し郵便物の配達を頼むことを忘れなかったなぜかというと私はどんなに偏僻なところにいても 新聞を見ないとその一日がなんとなく生きた甲斐のないような気がする習慣がついていたので他の手紙や何かはともかく五輪切手を貼った新聞だけは必ず間違いなく届けてもらえるように頼んでおいたその郵便局の局長さんはまだ20代の若い人であったが話しぶりを聞くとそこいらでも一流の文学青年らしく あまり有名でもない私の名前をよく知っていて非常にペコペコして参拝給配しながら私が持って行った手土産の貸し箱を受け取ったものであったそうした若い局長さんの命令を一人の中年の郵便配達手がいとも忠実に実行してくれたその郵便配達手君は チンタオ戦争の生き残りという歩兵軍曹であった機関銃に引っ掛けられたとかで右の腕が付け根のところからなくなり左手の触手と中指と薬指の3本もまた砲弾の破片にちぎられて今は禁止勲章の年金をもらいながら郵便配達をやっているという話で見るからに骨格のたくましい機関機らしい 人相の悪いおじさんであった。身長もなかなか大きく五尺七八寸もあったろうかそれが薪ゲートルに地直足袋を履いて毎朝11時前後にやってくるそして私の寝室の入り口を押し開けて上がり口に突っ立つと不動の姿勢をとりながらぎっくりと上体をかがめて敬礼し前に回したカバンの中から 郵便や新聞や雑誌の束を取り出してうやうやしく私の手の届くところに差し置きいま一度謹んで不動の姿勢をとって敬礼し汚い日本手ぬぐいで汗をふきふき立ち去るのであったしかしそうした配達主君の敬礼は多分あの文学青年の局長さんの私に対する敬意のお取り次ぎであったらしいことを思うと 私はいつもほほ笑ましくなるのであった最初のうち私はそうした配達主君の敬礼に対して机の前に座ったまま必ず目令を返すことにしていたがそのうちにだんだんとおろそかになってきた仕事に夢中になっている時など振り向いてみる余裕すらないことがたびたびあるようになったしまいには「いつごろ来て 郵便物を置いて立ち去ったのかわからないうちに湯船型になってふとそばの風のままの新聞を見てまだ昼食も夕食も食っていないことを思い出し急に空腹を感じるようなことを一度ならず経験するようになったその配達主君の出入りを窓の隙間から入ってきた風ほどにも感じないようになってしまったものであるがそれでも配達主君は 毎日毎日忠実正確に往復八里の山坂をその見客に任せて私のためにわずか2通か3通の郵便物を運んできた23日分ためて持ってくるようなことは一度もないのであった生来無口の私はその配達主君と物を言ったことがなかった先方からつつましやかに おはようございます。とかなんとか言葉をかけられても頭の中に創作の内容をいっぱいに渦巻かせていた私はただ「ああとか「うー」とか言ったような言葉にならない返事をしてちょっと頭を下げるくらいが関の山であった「ご苦労さんなぞ」いう挨拶がましいことを言ったことは一度もなかったのだから錦糸勲章の配達主君にとっては さぞかし傲慢な生意気な青二才に見えたであろうそのうちに私の創作の方はぐんぐん進行して遠からず脱行しそうになってきたのでいささか安心したのであろうある寒い朝のことふっと気がついてペンを投げ捨て窓の外を覗いてみると外は一面の樹氷でその中にちらほらと梅が咲いているのに驚いた もうう。真のの正月が過ぎて、て体感に入っているのであろう私は毎日仕事に疲れてくると思い出したように外に出てオンドルの下に薪をどしどし投げ込み寝室の中を息苦しいほど熱くして夜の寒気に備えるようにしていたものであるがその間も頭の中では創作のことばかり考えていたのでこんなに雪が深くなっていようとは 夢ににも気がつかずにいた。全くこの警告は冬中雪に閉ざされているものらしかったしかしそれでも愚かな私はその零下何度の雪の中をきちんきちんと毎日職務を守ってくるあの郵便配達主君の努力に対しては全然爪の赤ほども考え及ばなかったこれは 万事便利づくめに育っている都会人の特徴であったろう思えば都会人というものは生まれながらにして民百姓の苦労を知らない残忍な性格を持っていると言っていいのみならず私はこの郵便配達主君を一種の白痴ではないかとすら考えていた生まれながらに両親を失い このガリガリ道徳一点張りの世の中にさらされて目も口も開かぬくらいせちがない目にいじめつけられたおかげで人間一切の美徳や仁義公義を人間本来のガリガリ心理を包むオブラーとかカプセルぐらいにしか考えていなかった私はこうした郵便配達主君の郵便物に対する木一本の単純な誠意もしくは命がけの冒険で 雪を押し分けて運んでくる正義観念を理解しえようはずがなかった多分それは自分の生活を擁護するための熱意で局長のご機嫌をとり村人の信用を博するために骨を折っている一種の哀れむべき自家広告術ぐらいのものであろうさもなければくどんな単純な人間によく見受ける 一種の職業変質教でこの配達主君の場合では一種の配達マニアとも言うべきものではないかぐらいにしか考えていなかったしかしこうした私の利己的な唯物弁証的な考え方は間もなくぶっつかった一つの大きな奇跡のために跡形もなく打ち壊されてそれこそ 立ってもいてもいられぬくらい老狽させられなければならなくなった旧正月の四五日前のある大雪の朝であったと思う例によって例の配達主君が置いていった一塊の小包を開いてみると厳重に包装した木箱の中からのこくずに埋めた小さな二つのガラス瓶が出てきたその一つには 石さんと貼り紙がしてあり今一個の瓶は点眼用となっていて何の貼り紙もしていないその他に安っぽい筒に入れた黒色のセルロイドメガネが一個出てきた私は思い出したそれはつい2週間ほど前のことであったいつもより少し遅めに入ってきた郵便配達主君を何気なく振り返って目礼を交わした時に そのまぶたがひどくただれて、左右の白目が真っ赤に充血しているのを発見したので、私ははっとして思わず口をきいたのであった。おや、あんたは目が悪いのかね。配達主君は今一度年切りに命令した。はい、トラウホームでございます。私はいよいよ心の中で老廃した。 何トラホームずっと前からかねはい古いものでございます医者に見せたかねはい見せても治りませんのでええそれはいかんねえ早くなんとかせぬと目がつぶれるぜええこのような大雪になりますと 目がまばゆうてまばばゆゆううててしくし、不愛想な私は、それっきり何も言わないまま、原稿用紙と参考書の退積に向き直って、せっせと仕事にかかったので、郵便配達主君もそのまま敬礼して自死去ったらしい。 私が郵便配達主君と言葉を交わしたのはこれが最初の最後であった無論名前なんかも問い試みるようなことをしなかったしかし私はそのあくる日の大雪に通りかかった吉という50歳近い狩人に一通の手紙を託したその内容は故郷の妻に宛てたもので 対応次のような意味のものであった今の俺の仕事場に一人の郵便配達手が来るその郵便配達手君はトラホームにかかっていて検問でしようがないそのトラホームをいじくり回した手でまたいじくり回した郵便物から俺の目にトラホームが伝染しそうで怖くてしようがない小説書きが目を奪われたら運の尽きと思うから 手を消毒する石炭酸と点眼薬と黒い雪眼鏡を万田先生からもらって念入りに包んで送ってくれ黒い眼鏡は無論郵便配達主君にやるのだあの郵便配達主君が来なくなったら俺は社会とは全く絶縁で地の底にいる虫が呼吸をしている土の穴を塞がれたようなものだ俺は 精神的な呼吸をすることができなくなるのだからねその郵便配達主君は背が高くて人相が悪いがとても正直な好ましい性格の男らしい郵便屋だって目がつぶれたら飯の食い上げになるのだから気の毒でしようがないうんうんそういった手紙の返事として妻から送ってきたのがこの点眼薬と消毒薬と 黒眼鏡であったのだ。ところがそれから旧正月へかけて今までにない大吹雪が続いてサシモの配達卿の郵便配達手が23日ぱったりと来なくなった私もまた仕事に熱中して新聞や手紙を読む暇がなかったので忘れるともなく忘れていたがそのうちにその23日目の真夜中になると 私の寝ている窓を叩いて私を呼び起こすものがあった。私がびっくりして飛び起きながら窓を開くと、どっと吹き込む吹雪とともに太閤の明かりが二つ三つちらちらとうずまいて見えた。その太閤の持ち主の顔はわからないが、みんな藁帽子をかぶり、モンペト藁靴を履いて、ちょうど昔の元平時代の。 おちうどがりを忍ばせる見ごしらえであった先生吉でございますお吉兵衛どんか何しに行きなすったかこの真夜中におかでもございませぬ昨日かおとといここへ郵便屋の中兵衛が来はしませんでしたろうか中兵衛ああ あの郵便屋さんは中兵衛というのかさようでございます先生様。参りませんでしたろうかいやこの23日来なかったようだがね松明連中は吹雪の中で顔を見合わせたええやっぱりそれじゃあ かもしれんの私たちの話し声は山々を轟き渡る吹雪の風に吹き散らされてともすれば松明の光とともに消えぎえになっていくのであったまあこちらへ入ってきなさいそこの戸は押せば開くから皆ドカドカと土間へ入ってきたおおぬくいぬくい。 なるほどなこれがオンドル注文ですか先生皆ガヤガヤと話し出した私は本箱の片隅からラオチュウを取り出してみんなに少しずつ飲ましてやったおお腹にしみるしみるええー、酒ですがな先生これはうん マッチで火をつけるとポーっと燃える。だな。あんまり飲むと効きすぎるてや。残りはあんたらにやるから家へ持って帰ってゆっくり飲むがええ。それやどうもはもったい。の逃ず。みんなの話すところによると、今日初めて名前を聞いた。配達手の中兵衛はおとといの。大吹雪の朝、郵便局を出たきり帰ってこないのだという。 その朝は郵便物が非常に少なくて、東京の出版社から私のところへ送ってきた200円の価格表記郵便物と新聞が2通あったきりだったので若い局長さんは山道が雪崩で危ないから今日は配達を見合わせてはどうかと言って止めにかかったものであったが一徹者の,の中兵衛は聞かなかった黙って2通の郵便物を持って4里の雪の山道を 私のところへ配達すべく町の居酒屋でコップ酒をあおって出て行ったがそれっきり帰ってこないそこでもしかしたら最近に崔君とけんか別れをしてあとに子どもも何もない酒飲みの忠兵衛がやけくそになって200円を持ち逃げしたのではないかという疑いがかかったそこで警察からの命令で 漁師の吉兵衛が先達に立って村の区長さんと助役さんと中兵衛の登園にあたる青年会長がそろって私のところへ様子を聞きに来たのだという実は巡査さんも来ると言っていたがこんな吹雪の激しい道は素人には危ないのでみんなして止めてきたという話であった私は目がすっかり覚めてしまったばかりでなく じっっとしててみんなななの話が聞いていられなくなった。忠兵衛が大酒飲みであったろうが崔君と喧嘩別れをしていようがそんなことは私にとって問題ではなかったそれよりもこの4か月の間毎日毎日機械のように私のところへ郵便物を持ってきてくれたあの禁止勲章の忠兵衛が私へ送ってきた200円の金を解体して逃げ失せるような男とは どうしても思えなかったきっとあのトラフォームのためにまぶしい雪道を踏み迷うか谷川へ落ちるかしてどこかで凍え死んでいるに違いないであろうと思うと立ってもいてもいられなかったその時の私は創作に夢中になって頭が極度に疲れていたせいであったろう悲しいといえば普通の人の何万倍も悲しく 嬉しいといえばまた一般人の何万倍もうれしいような頭になっていただから忠兵衛のあの薄赤くただれたトラフォームの目を思い出しせっかくのあの黒メガネが間に合わなかったことを考え回すともう胸がいっぱいになって涙がポロポロと頬にあふれ出してしようがないのであった私はすぐに立ち上がって身支度を整え かねて用意のゴム長靴を履いて出かけようとしたがそうした私の勢い込んだ態度を見た4人の村人は一斉に目を丸くして押しとめたととんででもねねええここすすよ、先生この雪の夜道を、をれねえ先生がどうしてるけますか。忠兵衛は元気な男ですから。 そこいらの山道で死ぬような男じゃございませぬわいきっと200円の金を見て気が変わってバカ私はたちまち息苦しいほど激高してしまった貴様たちは中米の性格を知らないんだどんな人間でも金さえ見れば少年が変わるものと思うと大間違いだぞ そんなに腹を立てさせちゃるものでねえ。私らの言うことを聞いて、ちゃんと家に待ってござらしゃれ。あしらが手を分けて探していきますから。いや、そんなことをしちゃ忠兵衛にすまん。ぜひとも僕が自分で行く。ダメだ、ダメだ。住むとかすまんとかいう話でね。 先生はまだ吹雪の恐ろしさを知らししゃらねえからダメだ無理にいかししゃると今度は先生が谷へ落ちさししゃるでこんな問答をして無理やりに私を押しつけながら4人の村人が逃げるように私の寝室を出ていっただから私は仕方なしにひとまず黙って村の人々を返しておいて 後から一人でゴム長靴を履き、ビロードの襟巻きで本をすっぽりと包み今は悲しい思い出の新しい黒眼鏡をかけながら外に出たその時はもう夜がちらちらと明けかかっていたので私はちょっと引き返して持っていた懐中電灯を机の横に置いて出てきた。 青白い海底のような雪道を踏み出した時私は中兵衛の死を確信していた中兵衛は200円の価格表記郵便を見てこれはぜひとも早く私のところへ届けなければならないものと考えてただそれだけのために無理やりに吹雪の道を踏み出した者にそういないそうして途中で 真っ白い雪道ばかり凝視してきたためにトラホームが痛みだし目をくらまされてしまったのをなおも持って生まれた頑固一徹から押し進んできたために食に準じたものに違いないそう思うと私はたった一人で行く雪の道の危険を忘れて一歩一歩と村の人々の足跡を追い始めたそこの方の氷り固まった 上わっつらのふわふわしたメリケンコのように揺らめく雪を村の人々が踏み固めていった痕跡が早くも凍りかかっている上から踏み破り踏み破りケチらしケチらし急いでいくので狭い絶壁の上のそば道を行くのにさほどの困難は感じなかったそれよりも一面に覆われた深い谷底の雪の下をゴーゴーと流れる急流の音が冷たい 憂鬱な夜行列車のような響きを立てているのが時々聞こえてくるのにはなぜということなしに肝を冷やした渦巻き煙る吹雪に巻かれてどこにも手がかりのないそば道を踏み外したが最後二度と日の目を見られないと思うとなぜとはなしに体がすくんでなるたけ谷に遠い側の足跡を拾い拾い急いでいった。 ししかかちっっとも寒くはなかったオンドルのぬくもりがまだ体から抜けきれないうちに慣れない雪道を歩いて体が温まり始めたからであった時々立ち止まって仰ぎ見ると青空はきれいに晴れ渡って目もはるかな頭の上のみねには朝日が桃色にえいじていたそのみねから蒸発する湯気が 薄い真綿のような雲になって青い青い空へ消え込んでいくのが神々しいくらい美しかったしかしこれに反して私がたどっていくそば道は冷たいペパミント色の薄闇に覆われて木の下の道などは月夜のように暗かった時々ドドーンドドーンという遠雷のような音が聞こえてくるのは どこかの峰の雪崩の音であったろうかしかし私にはそんな物音を聞き分けてみるなぞいう心の余裕がいつの間にかなくなっていた私は間もなく雪のそば道を歩く困難が想像のほかであることを思い知り始めたその新しく滑り落ちてきた軽い深い粉末の堆積の中に落ち込み落ち込み かき分けかき分け進んでいくうちにまぶたがヒリヒリと痛くなり鼻の穴がシクシクとうずきだし息も絶え絶えになってひと休みするとたちまち冷夏何度の骨幹を感じ始めるのでまたもはうようにして歩きだす苦しみは経験のある人でなければわからない私はとうとう向こうへ行く勇気も 後ろへ引き返す元気も全くなくなって雪の中へ半身を斜めに埋めたまま辺りの真っ白な荘厳を極めた樹氷を見回したそうして心の底から死の旋律を感じながら半泣きになって叫んでみた。 それは、谷々の反響であったか、人間の返答であったかわからない、遠いかすかな声であった。私はまた叫んだ。おいおい確かに人間の声であった。やれ、助かったと思うとたんに、私の頭の中で、 思いついたままペンを投げ出して書きかけにしてきた原稿の文字が幾行も幾行も並んで滑っていった私はそれからどんなに叫び立てながらどんなに苦しみもがいて雪の道を書き分けていったか記憶しないやがて向こうから最前の漁師の吉兵衛を先に立てた4人の一行が引き返してくるのに出会った時黒い眼鏡も何もどこかへ落としてしまった私は ぐったりとなって雪の中へ突っ伏した。おあ,あ、これはまあ先生、んじきもはがねえで、どうしてここまでござったあぶねえとこだった。こんなことをさしやるくらいなら、わたしたちが一緒によともしてくるところだったに。まったくだ。中米の死骸が見つかって、 あそこにぐずぐずしていねえげら、先生はこのまま雪おれにならっしゃるところだったによ。忠兵衛の死後が先生を助けたようなものでねえか。はっはっは。まあまあ、こちらへござらせ。肩にかけてあげまするで。これを飲ませ。帰りにもらってきた品焼酎の残りでがす。 火のようなラオチューの一口は私をよみがえらせ元気づけるに十分であったそうしてそれから五丁ばかり先の岩の根方に横たわっている忠兵衛の死骸のところまで吉兵衛老人の肩につかまってよろぼいよろぼい歩いていった綿のように疲れた体を強いアルコール分がぐんぐん駆け巡るために 渓谷全体がぐるんぐるんと回転するように思われる両目を見据えて中兵衛の死に顔を夢のようにのぞき込んだそのうちにまぶたがシクシクと痛みだして視界がぼーっとなっていくのをまたこすり直して見直した忠兵衛の死骸はもう雪の中から引きずり出されていた 古びた赤島メンネルの布切れの放かむりから目と口をしっかりと閉じたしかめ顔からハゲちょろけたコンゴグラの制服から半分脱げかかったわら靴のつま先まで微細な粉雪が霜のように凍りついて銀色の作像のような非人間的な感じを表していたがその左腕の2本しかない指でかばんの口をしっかりとつまんで 「そのカバンの口を開けてみると中には東京の新聞が2つと200円切りの価格表記の袋がちっとも濡れずに入っていた」「その死に顔には何らの苦悶の跡もなくあの人相の悪い頑固一徹な感じは真っ白い雪の中に吸い取られてしまったのであろう」 跡形もなく消えうせて代わりにあの国宝の仏像の唇に見るようなこの世ならぬ微笑が和やかに浮かみ漂うているのであった奇跡を見た人間でもこれほどに驚き恐れはしなかったであろうそれは霊下何度の寒さのせいではなかった私は 全身の関節がガタガタと震えおののくのを感じながら目をまん丸く見開いてその神々しい死に顔を凝視したそうして今朝中兵衛の失踪を聞いてその往診を確信した一刹那からこうして雪の中を夢中になって歩いてきて中兵衛の死に顔を発見するに至るまでの私の気持ちを 繰繰り返し繰り返返しし、考え直してみたそれは私が今日まで一度も経験のしたことのない私の心理上に起こった一つの大きな奇跡であった生命の本質を物質の化学作用に過ぎないものと信じロシア流の唯物弁証法にかぶれて人間の誠意とか忠誠の観念とか 崇拝心とかいうものを極度に霊眼視し軽蔑した私がどうして中兵衛の義務心を確信しこうした応酬を憂慮して無我夢中になり命がけでここまでたどってきたかそれは中兵衛の死とともに私の生涯にとってまたとない大きな大きな奇跡以外の何者でもなかったすべては 唯物哲学をもって弁償することができるしかし生命もしくは生命の波動である精神ばかりは人間の発明した科学では説明できない私は今まで人間の精神は物質によってのみ支配されるものと信じてきたところが私は今朝から 精神そのものに支配されている精神そのものの偉大崇高さばかりを目の前に凝視し続けてきていたのだそう気がつくと同時に私は立っていることができなくなった全身をわなわなガタガタとおののかし歯の根をカチカチと鳴らしながらグタグタと雪の中に両膝をついて座り込んだ しっかりと合掌しながら改めて中米の死体を見直した漁師の吉兵衛老人をはじめ3人の男も手に手にかぶり物を取りのけて神戸を垂れて合掌した私の背後はるかな峰の頂から斜めに滑り降りてきたオレンジ色の太陽の光が中米の死骸と私たちに流れかかった 忠兵衛の顔を一面に貼り付いていた銀色の氷の粉末がみるみる溶けて水の小粒となり梅雨を含んで肌を濡らしつつ流れ落ちたちょうど青ざめた顔が一面に汗をかいているように見えた私たちはこうした忠兵衛のデスマスクに現れる極めて自然的な現象を 言い知れぬ崇高な奇跡に直面させられたような気持ちで一身に合掌しつつ見下ろしていたそのうちに今までひっそりと閉じて氷結していた忠兵衛の目が太陽に照らされたせいであろううっすりと開き始めて永遠の静けさを表す白目と黒目が和やかに現れ始め 硬い一文字を描いていた唇が心持ちほころびて白い花見がキラキラと輝き現れた中兵衛の顔面に残っていた苦紋の表情が跡形もなく緩み消えて死人のみが知る極楽世界の静かな静かな満足をひそやかに微笑んでいるかのような気高いありがたい表情になった 私は自分の顔を両手で覆った感激の涙をあとからあとから指の間に垂らした村の人々も中米の枕元の雪の中に座り込んだ「なむ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 な。